ウグル型海防艦は、大日本帝国海軍が太平洋戦争において運用した海防艦の一つ。主に戦団護衛に用いられた。海軍省が定めた艦艇類別等級では、ミクラ型に含まれるが、基本計画番号は E20 ビットと異なる。計画時はオツ型に区分されたが、兵型海防艦、超型海防艦の建造決定後は、区分が、 こ型に変更された。1944年から1945年にかけて同警艦20隻が収益している。戦後、ネームシップ以下4隻が従来の艦名に丸をつけた定点観測船を経て、1954年から海上保安庁のおじか片巡視船として再収益した。日本海軍はエトルフが高い防艦以降、対戦。 対空性能及び量産性を重視した解剖艦を建造しようとしていたが、ミクラ型解剖艦は、戦時急増を要する護衛艦としてはまだ工数が多く量産性に欠けるものであった。そのため、各所の構造を大幅に簡易化し、曲線部分を平面化した設計を行ったものが、本型である。大胆な簡略設計により、ミクラ型と外形寸法や武装は、 ほぼ同じであるものの、工数は約5万7000から約3万へと大幅に減少し、平均建造期間も9ヶ月から4ヶ月へと短縮された。本型のうち、日立造船に割り当てられた艦に対しては、日ブリ型解剖艦として建造することになったため、日ぶり型とほぼ同型の艦となっている。日ぶり型との際は、単艦式大型装介具を装備せず、 三式爆雷投射機を片言8機搭載し、投下機上2機と合わせて対戦攻撃能力が大幅に向上していることにある。総合的に見て、日本海軍が対戦中に建造した解剖艦のうち、生産性、攻撃力など最もバランスの取れた艦であり、収益した解剖艦中、喪失率の低かった艦級でもある。 関西本部四部の東山孝一海軍技術中佐式のもと、当初、日本交換、浦賀選挙が中心となって、建造に当たった。後に、日本交換が、兵型解剖艦の増産対応に移ったため、残りの建造計画は、三井造船と佐世保海軍交渉が担当した。ネームシップのウグルは、演山中佐と、魚住順次海軍少佐。 日本港艦鶴見造船所技師の石井、都尾海軍中尉が艦成本部の設計図をもとに量産化に向けて一層の工数削減を試みながら艦の性能を低下させないよう苦心して建造された。日本初のブロック工法により建造された艦艇であり、現代の造船手法の先駆的な功績を残した艦といえる。 本艦級のプロトタイプは、艦制本部と日本交換の技師たちが特に力を入れて、建造に当たり、日本交換で建造されたウグルイカ4隻は、奇跡的に対戦を生き抜いている。全甲板に12センチ広角砲の単装砲塔を備え、後部甲板に棒立てなしの12センチ、連装広角砲を備えている。丸級計画で、第315艦型として、 建造予定だった間のうち、1942年2月14日の解剖艦オツ型の設計完了により未期交換16隻が解剖艦オツ型として建造が決定されたが、1943年7月5日、未期交換で設計変更が間に合った8隻は、基本計画番号 E20 ビットに従って建造されることになった。 この内日立造船割当分3隻を除く5隻が本型として建造されることになった。ミッドウェイ海戦後の改め後計画で34隻が計画され、内日立造船割当分19隻を除く15隻が本型として建造されることになったが、内7隻は選挙区悪化のため全て建造取り留めとなったほか、2隻は終戦に伴い建造中止となった。 1944年のマルセン計画で21席が計画されたが、うち12席は選挙区悪化のためすべて建造取り留めとなった。ありがとうございます。